第14装甲旅団、ヘッシシャーレーベは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。旅団司令部をノイシュタットに置き、旅団励化部隊は、ヘッセン州に駐屯していた。総体から1981年までは、第6装甲旅団に指定されていた。1956年、ドイツ連邦国境警備隊、第4国境警備部隊の一部をもとに、 半身運転にて A に戦闘軍が編成される。戦闘軍はマールブルクに移駐し、1959年に第6装甲旅団に改編される。1960年に旅団司令部と司令部中隊はノイシュタットに移駐する。旅団は当初第2装甲的弾兵手段霊下に置かれ、1977年から第5装甲手段霊下に配点される。 1976年から1977年にかけて陸軍第4次編成下での部隊実験が施行され、第6装甲旅団、第14装甲旅団及び、第34装甲旅団がその対象となる。1981年に第14装甲旅団に解消され、第6装甲旅団については、第34装甲旅団に引き継がれた。 1992年には公式愛称に、ヘッセンの獅子が与えられた。新たな第14装甲旅団は1991年から始まった陸軍第5次編成において、最初の地域防衛型現役旅団として、第4防衛艦区司令部、第5装甲師団霊下としてラウム・オーバーヘッセン、地方に配備された。1993年に、 第6装甲旅団から第65装甲砲兵大隊が編入する。第14装甲旅団励化部隊の多くは1992年から1996年にかけて解体された。また、1998年に旅団から初めて国外任務のために部隊を発出し、平和安定化部隊に派遣された。2001年、 第7装甲手段霊下に編成替えされる。2003年に、旅団司令部中隊は、ノイシュタットに、第200装甲公兵中隊は、ヘーマー,アーに、第152装甲的弾兵大隊は、シュバルツェンボルンに移駐する。第52装甲的弾兵大隊は、ローテンブルク・アンデア・フルダ、第64戦車大隊は、ボルフハーゲン、第154戦車大隊は、 ベスターブルク第2装甲砲兵大隊はヘシッシュリヒテナウであった。一時的ではあったが地域衛生センターがヘシッシュリヒテナウに置かれていた。2002年のエルベ川の洪水で災害出動する。2003年には第7次 SFOR クファー派遣隊と第4次アイス派遣隊として出動する。2005年から2006年にかけて再開された。 アフガニスタン派遣に第9次アイス派遣隊の一部分担として、冷下部隊が出動する。2006年に航空機動作戦手団冷下に編成替えとなる。これにより、新たにデュッセルドルフの第820通信大隊が編入される。そして第152総行的弾兵大隊は、解体されて第1両兵連隊が再編成されるが、 1> 第1航空機動旅団に配点される。2006年、第2装甲砲兵大隊と、第154戦車大隊は、解体される。2007年末に、第200装甲行兵中隊が、第21装甲旅団に配点される。ノイ・シュタット市の一角に、旅団の伝統を記念し伝えるべく軍事史展示第14装甲旅団ヘッシシャー・レーベが設けられ、 そして第140区戦車中隊、第143戦車大隊、第145装甲砲兵大隊及び、第54野戦予備大隊が解体される。最終的に、第14装甲旅団励化部隊は、以下の通りであった。そして2008年6月30日に、旅団は、解体される。ありがとうございます。